魔界の歴史で知ろ第5回でございます。ありがとうございます。解説は私勇者と、はい、黒魔術軍ボンジョビ役青山穂子です。よろしくお願いします。第5回になってまいりましたね。私いつまで魔界黒魔術軍ボンジョビ役って言えるのかなって思うんですけど、そうだよ。これ出てる時ってどうなってるんですかね。わかんない。これはまだ現在その最終回の前の収録でございますけど、うん、まあいいじゃない今を勢いそうだね、今を勢い。そうだ、前回、はい、あの村上武雄をやりました。はい、まあ、この、 シリーズはですね、魔界に出てくる武将たちを、まあ、歴史上で紹介しようと、はい、史実を紹介しようと、はい、今回は久喜義孝、葛西さんがいた、これもまた人気のある魔界水軍のキャラクターですよ。どうですか、久喜義孝のイメージは。久喜が主に出てた時って新木場ファーストリングだったじゃないですか、うんうん、プロレス会場でやってた時で、だからもうすごい荒々しくて、すごい飛んでいた、うん、すごい暴れ回っていた、飛んでたね、でたまに血を出していた、たまにだいぶ、うん、だいぶ大量の血をね。そうです、そうです。だからやっぱりそういう荒っぽいイメージがめっちゃありますね、うん、なんかやっぱこう当時の魔界ってね、うん、結構レスラーとか出た時代はやっぱりデスマッチファイターなんで、そうですね、もう本当にこう傷が刀傷みたいな、うんうん、すごいリアルで、葛西さんもね、すごく気をしたと感じて、というとで、まあ、その話はちょっと、ね、また別の機会に、はい、しまして、じゃあ、その 本来の久喜義孝、はい、この久喜義孝は、伊勢の人なんですけれども、まあ、今の三重県だね、ただ、彼は次男なんだよね、結構みんな知らないんだけども、彼は、位置づけとしては最初から織田の家臣だった。そうなんだ。うん、だから独立したなんか武将が信長の下についたというよりは、うん、まあその次男坊の頃から信長に接触してた。桶狭間の合戦の後、滝川一正というね、信長の家臣が、この怪しいやつだけど、忍者と言われる。この滝川一正がに頼って、信長紹介してくれへん。そんな気軽な めちゃやりそうやんって言って、うん、紹介してもらうわけですよ。そんな方に仲間に入れてもらって、まあなんか付き合いはあったみたいだけど、なかなか信長も来いよと言わなかったらしい、うん、まあ多分次男坊だけし、だけどまあ結構家のことはやってるから、うん、まあ他のやつみたいにね、いきなり、まあ、どうだろうみたいなことがあって、うん、なんとそこから9年後信長がこう伊勢を攻めるわけです。彼の周りもね、うん、その時に水軍として信長をサポートして、で正式に織田軍に今村君からやるやん、認められたんだそれ、ね、水軍欲しいよねみたいな感じで加入するわけです、はい、ああいいです、大出世じゃないですか。そう、でもこの時も彼は久喜家を継いでるわけじゃない、まあ、いわば なんていうかな、まあ、その住友みたいな感じかな、自分の周りの仲間を集めて、まあ、信長さんやらせてください、お願いしますよ、まあ小田水軍ないし、ここでやりますよみたいな、売り込みに行った、ね、売り込みに行ったで、加入をして、はい、その後伊勢は、まあ、結構一向一揆だ、うん、ね、伊賀の反乱だというのがあるんだけども、これでも手柄を上げるわけです。そして彼の名はもう一躍有名になったのは第一次前回は話しました木津川口合戦、あ、メカね、メこれを大敗するっていう、ね、はいはい、大敗してしまうわけですよ、はいはい、でも信長って結構大敗した後結構なんか厳しめにやるんだけども、まあ信長は信長でこれはちょっとまともにやっても勝てねえなと、うん、っていうことで例の鉄鋼戦を作るわけです。で、鉄鋼戦積んでも大砲バリバリ積んでもう戦艦ですよですよね。そうだからもうやっぱり信長ってすごいなって発想はやばい、うん、大砲積んでないよ、鉄で張ったりしない、そうやって多分文明っていろいろ発展してきたんでしょうね、きっと。だから別に世界の変わり、ね、文化見たわけでもないのに、うん、もうその文化っぽいものを作るわけ、うん、でまあお金もあるし、で一方の村上水軍ってね、どっちかというと機動力とか、そのなんか巧みの技だから、それに対してやっぱりこうハイテクノロジーで、まあ、ぶち破るということをやって、まあ、これで、有名になるわけです、うん、有名になったので信長がもういい加減まくっきけ継げよ、どうも一説ではその継いでた人をぶっ殺して
これは久喜自身が殺したという説もあれば、信長が殺したという説もあるけども、まあ、要は奪い取るわけですよ、はい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 、ここでようやくこの本能寺の変の直前、そこでなんだ、そうで久喜家を継ぐわけです。しかも本能寺の変の時に家康の近く堺にこいつもぼやっといたっていうなんでだよぼやっといたという話です。まあまあ、光秀は別に茎狙わなかったんで、うん、まあ、戻っていったみたいですけども、で茎が継ぎましたと、はい、でその後信長の次男の織田信雄に使えるわけです、はい、でこの織田信雄っていうのはね、あの当然、どうする家康なんだよ、出てくるけども、まあちょっと足りない、うんうん、アホコンでやっぱり茎って最初信長いいよねって言ってるぐらいだから、うん、まあ、やっぱ大将自分が使える人の能力を見極める力はめっちゃあるわけ、うん、やばかねみたいになって、そこでまた出てくるのが滝川一真。さっきの忍者と言われてね、滝読んで、滝ちょっと秀吉紹介してで滝川一真さんもこの辺でもう没落してたんだけど、うん、まあ秀吉の家臣になってたんで、うん、分かったと、つなぐわ。滝有能すぎません？そう、滝は結構あの吉高からすると困った時の滝やね、すげえ、まあ、その滝死んじゃうんでね、うん、この後滝が死んだことによってクッキーはちょっとこう方向性を誤っていくんだよね。で、まあ、あのそこで、まあ、秀吉側に寝返るわけです、うん、寝返った後、まあ、こう秀吉が言ったのかクッキーが自分でリピュったのか分からないけど、ガモンを見せた、めちゃめちゃ優秀な人の部下に入りますよ、うんうん、で秀吉の政権下ではもう日本の水軍大将だ。だから片方は村上武雄はこの頃ね、もうお前海賊とかあかんしって言われて、うん、まあ、小早川家に仕えて、まあ、毛利の一水軍大将、片方は日本の水軍大将です。すごいですね、そう急に、まあ、彼からしたら村上武雄に敗れたのがね、逆転してるわけ、うん、であのいわゆる朝鮮出兵で彼は日本の総大将、日本の水軍の総大将として、うん、手柄をわけでございます。で、まあ、その後あの息子森高に家督を譲る、うん、まあ、この時武雄氏も元々ですし、まあ、まあ割とこの2人やっぱりなんかちょっと近い感じな、うんうん、感じなわけで、いよいよ本題の関ヶ原がやってくるわけですよ、来ましたね、関ヶ原で武雄氏はこの時まあもう小早川の家臣なんで、うん、まあ、運も言わせず西軍について、うん、四国分取ってやるぜみたいなことやってたわけですけど、茎をしたのはまあまあ考えた、もうその時タッキーいないんで、ああそうね、うん、これどっちがいいんだろうって考えて、うん、どっちのにもついた方がいいと、うん、で森高息子の方を、将軍にで自分は西軍に作る、でこれで全く同じことやったのはあの真田ですよ。あ真田もまあ兄貴は信行は東軍について西軍に正行お父さんと次男が作る、これと全く同じことやってます。すごいですね。ね、なぜかクッキーは取り上げられずに、サナダ、サナダ、サナダって言ってるけど、あのクッキーすごいじゃん。頑張ったわけですよ。そこは。で、戦後負けるわけね。はいはい、まあ、戦後負けるけど、東軍は勝ってるわけですよね。うん、まあ、吉高はこう逃げるわけ。うん、まあ、とりあえず、まあ、打ち取られるのが私です。そうですね。で、利島っていうところにね、逃げるわけです。うん、ところが、ここで、当然息子の森高は、家康にもうとにかく父ちゃん許してくださいというふうに頼み込むわけですよ、はい、除名嘆願をして、でこれは聞き入れられるわけ、まあ、あの真田もね、結局許されるわけだから、まあ、あの所領回復はないけども、まあもう、まあ、言うたら隠居の身だし、いいよと、家康は言うわけですよ、はいはい、ところがこの時に家臣の豊田五郎右衛門という人が、うん、やばい、あのもう吉高さん、あの茎家が潰されるかもしれない、あなたのせいで、いらんこと言うな、いらんこと言うな、マジで死んだ方がいい、いらんこと言うな、マジでお前やめろって、死んだ方がいいに言うわけですよ、うん、そしたら茎家もそうか、やめんなって言って、まだあるって、違いました、あーまだあるんだよ、去年59歳でこの時にそのちょうど許しが来た使者が本当に住んで間に合わなかった、はい、でその使者は吉高の首を持って帰るわけだけど、
これはもう見たから激切れですよ。そうよ、だって命助かるって言ってたの、うん、言ってたのにっていうことで、誰がこんなことしたんだよ、俺からこんなことですよ、許せよ、ノコギリ引きだって。重っノコギリ引きで殺した。あのめっちゃそうそう、竹でこうあれですよね、切っていくやつ、はい、あれでなんとこのトヨタゴローエンを殺した。ところがこのトヨタゴローエンがなぜ吉高にそこまで言えたかというと、実はゴローエンの奥さんというのは吉高の娘、はい、そして森高のお姉さん、つまり森高はゴローエンの義理の弟なの、うんうん、その義理の兄をノコギリ引きで殺しちゃったわけ。でもなんか誰が悪いとかじゃないから、なんか難しいですよね。そうですね、ゴローエンも危機を守ったね。そうですよね、きっとね。でもまあおそらくなんかいろんな道があったんだろうね、うん、森高も激入れと。ちなみにこの吉高は、はい、やっぱりこう荒々しいイメージじゃない。うん、これはやっぱり面白い話で、彼はねお茶の達人だったんですよ。今の話の中でお茶飲んでるところ全然想像できませんけど、ものすごいこうあのなんていうかな、あのこれもフロイスが、うん、あのすごく教養がある。フロイスすごい、いろんなところ、フロイスはいろんな人と会ってるわけ、ね、まあいつは教養がある。でもフロイスは海賊としては竹吉みたいな、うん、あそうかそうか、うん、うん、まあでもその血にまみれた茎だけども、例えば茎産業であるけど、これは茎吉高から当時から来て、でなんか一番面白いのはソフトバンクにですね、茎竜兵というキャッチャーがいるんです。あれが茎吉高の直系です。だから竜兵の竜は高しっていう人に平らなのね。そうなんだ、ね、だからもう彼は茎吉高なんです。いやそれは声があるね。声があるよ、茎吉高なんですよ。そうか、うん、野球やってんだ。野球やってたけど、まあ、そこになるとその血筋が残っているね、国慶っていうのは、まあ、吉高 の、うん、そのかわいそうなね最後とか関ヶ原のあれがあって結局それがこうなしてるのです、ね、両者関ヶ原失敗してるんだよね。竹吉も結局関ヶ原で、竹吉の息子を失い、うん、息子を大事な跡取り息子を失って傷ついて一人生き残るし、うん、吉高はまあ、関ヶ原、これも西軍について、だから2人は最後同じ西軍についてるんだね。ああそうか、で敗れてお互いあの家としては悲劇がある、はいはい、だから竹吉とやっぱ吉高っていうのあの木っていうのはなんかつながってんだよね。両方1人はレンガの達人、1人はお茶の達人と。そこからもね、海賊でありながら、うん、あのそういう波乱の道だけど、まあ、その文脈もありね、文才もあり、うん、まあ、魅力ある人物だったんでしょうね。こういう人物でございました。はい、どうでしたか、吉高の人生。いやなんかいつお茶飲んでる時間があったんだろうなって。そうそうね。いろんな人を紹介してくれたタッキーという親友も、ね。タッキーあいついいやつだったな。タッキー親友がいてね。うん、でまあ竹吉というライバルがいて。うん、でまあ最後ね、とにかくも森高というね、あの息子がいて、みたいなことがね、吉高の人生を彩ったのかなというふうに思います。はい、ということで、瀬戸内、まあ吉高は瀬戸内シリーズじゃないけど、うん、まあ。瀬戸内シリーズとしては末高房、藤原の住友、それから、村上武史と続きました。落合さんには情報が少なすぎて、いやそうなんだ、あんまり聞いたかいなかったかもよくわからない。なるほどね、まあ、一応もう瀬戸内工房水分で、まあ、まとめておこうとあのそれで、まあ、電気でまとめておこうという形で、はい、次回は、ちょっと鎌倉に行こうかな。鎌倉、朝比奈義秀、あ、雲霊御前、源義経ってね、はい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 、まあ、割と初期面、うんうん、初期面でちょっとやってみようかなと思いますんで、はい、私解説は勇者と、はい、黒魔術軍ドンジャゲ役青山穂香でした。じゃあさよなら。